時々言いたい放題です。よろしくお願いいたします。はい、キャスターの尾身です。今日はよろしくお願いします。そして一緒にやってもらうのがキャスターの小島です。よろしくお願いいたします。なんかいいセンスの服装でスッキリとありがとうございます。勝負かけてますね。いや、これもあの冬のワンピースなんで、あとはもう今日で洗おうと思ってクリーニング出そうと思って最後の最後のでもなんかねいい感じの緑のね深い深い緑と後ろの背景も緑ということでございましてはい。 今日はですねまずちょっとですねあの小島さんから出たのがね本当に消費税って上がるのかとそうなんです上がると思いますか皆さんやめてほしいですやめてほしいねこれが庶民の願い普通の国民の願いなんですけど私はまだですねやらないんじゃないかというふうに思ってます以前この番組でも言ったかもわかりませんけれども安倍総理が本当の意味で政治家としてとまあ命を流れるというからあの政治生命をきちんと 全うするためには残る道は一つって言うんですね消費増税をやめること、はい、それから、えー、憲法改正を考えて衆参同時を選挙、はい、これをやったら、うん、あのなかなかの根性がある、えー、男だと言われるかもわからないと。はいかもわからない、ねうん、かもが最近ちょっと昔はそう言われるだろうというぐらい言ってたんだけどね。というのはですね、えーえー まず消費税やったら確実に日本の景気はめちゃくちゃになりますでもセ8%とか10%ってなるとねマインドの問題でまずだめですはいいくらなんかプレミアムなんとかそうなんですよ消費券出すよっていうような話にもなってるって言うんですけれどもたかだかそんなのは一連そこそこでね回じゃないですかでそれでね子どもたちにもね新生児のあれとかねいろんなことを言ってますけども 実はね私はいつも皆さんに前にこれも言ったと思いますけどもこういうわけのわからない複雑多岐なこういうことをやるってことはもしかしたらやらない可能性が強いと思ってるんですあそうなんですか結構前からその今年は増税が始まりますっていうふうにニュースでニュースから固めてるんじゃないかっていうね、はい、だからどうしても固めたいんですねそのようにしたいんです増税したいんですねで皆さん財務省っていうのはですね、はい えー、大変メディアに対しても強いんです、はい、なぜ強いんだろう、はい、総務省じゃないんですか財務省です財務省は3つの役割を持ってます、はいはい、3つというのは一つはお金を税を徴収する国民から、はいはい、それからその税の内容とかそういうもので、その人の企業や個人の懐具合を全部把握する。はい 調査ですね情報をももちろんそれは当然そ全部やれるわけです「はい、あのマルサの女」って映画ありましたけどね、はい、あれと同じように、はい、つまりそういう政治家からすべて、うんうん、実はあの調査ができるわけです、はい、でもう一つ言うと予算を含めるつまり金を集めて人の懐の具合全部調べて、うんええ、使い道も勝手に決められる。 ものすごい人のお金でも好き放題そうまあそういうことですね昔はノーパンしゃぶしゃぶに行った人たちが今まあいましたけどもこの間はあの大蔵というか財務次官がねセクハラという形でね姉ちゃん僕と寝ようよみたいなこと言って冗談に立つことでクビになりましたけどねあれもまあ皆さん思い出してあの時どうだったまあ体質は変わってないんだなっていう体質は変わってないしそれからもう一つ言うとマスメディアの女性記者 私たちはかつてあのそのうちの兄弟会社みたいなのね、はい、あのチャンネル桜の番組で私言いましたけどあのテレビ朝日の女性記者、はい、これは本当にやらせですよあのねあの程度やっぱり財務次官というのはね、はい、もう役人の中のトップなんですよ,、うん、そうですよね頭いいんですよ一度。でそんなチャラチャラしたね悪いけど。はい ね、そのテレビ朝日のアナウンサーごとアナウンサーじゃない、うんまあ、リポーターというかそのごときにね、はい、んなふらふらするわけないんですよよっぽどあはっきり言ってスけベな男でもねんなみんな言ってくるからからかうわけですよ例えば、まあ、小島さんは一切ない人なんですけども、うん、例えば、はい、シナを作ってね、はいうん 社長じゃ社長じゃないの時間ですね間違えちゃいけない時間ね何ですかとか言ってそれ寄ってきたってからかうわけですよどうだどうだとか言ってね意図が分かってねで酒の相手をさせてからかってるだけなんですでそういう中でそれでもみんな集まるようにあの私たちがびっくりするのは政治記者あのっていうのはね大体美人が多いんです。 ハニートラップに近いような感じまあそれはものすごいこん返したねこん返したねそれまた女性がこのセクハラだってなるんですけどセクハラですかこれ返分かなですねもう人よりはやっぱり小島さんのように美しい女性が近づいてきた方がやっぱり話もしたいじゃないですかそういうことなんですねというようなことがありましてですねそういう並べるわけですそれで例えば女性が思い出してください皆さんね上司に言われて言ってるんですよこれね あそうなんですだってそれからもう一つは自分もこうあのし上がりたいからキャリアのためにのためね私ね一番よくないのは仕事でそういうことやるって色かを打ったっていいですよプロだから本当のいい取材をするために勝手に体張ってやったったいいって言いますよ。でもそれをね その、ひどい目に遭った被害者面するじゃないよと。そうですね。自分を仕掛けておいた側にいながら。はい。あの、パワハラだろうとなんだろうと言いますよ。これ。とっても恥ずかしいですよ。この男の方も恥ずかしい。女の方もよっぽど。どっちも、どっちっていう。それで、最後何になったか。はい。結果覚えてますか。いうところ、その、事務次官が、まあ、エリートさんが辞めました。で、訴えるってたでしょ。それっきり。何を、それっきりですよ。何をやったかというと、手打ちをやったわけです。は。 結女性はテレビ朝日と別にまた一生懸命仕事やってますけどテレビ朝日で。というのは何かというとさっき言った調査機能があるんですマスメディアのまず一つあの例えばですね去年の場合は去おととしから去年にかけて確かその産経新聞に数か月間国税の査別局がずっと入っていろいろ監査するのそ俺は新聞社怖いですよそれは。 そういういことができるわけ、はい、で叩けば誇りの出るやつばっかりなんですマスメディアテレビの新聞も、はい、押し紙の問題とかいろいろあるわけですよ、はい、ね今やさし新聞なんか朝日不動産」と言われてるぐらい、はい、新聞で収入上がらないで、はい、不動産収入でみんな、ね、なんとか持ってる、うんまあ、不動産持ってるからね、うん、いいですけどねあの同心さんはちょっとわかりませんけどね、はい それでもやっぱりどの新聞も今、部数が激減してるんですね、インターネットっていうスマホとかね、パソコンから取る情報が増えたんでね、そういう中で、苦しい中で今やってるのが、その差別をされる、それともう一つ、新聞の場合は軽減税率ってなんですねそういえばなんか前、教えてくれました、つまり、例えば消費税が10%今度は上がるでしょう。 我々は払わなきゃいけないです。10%トところが新聞はオッケーなのいらない。払わなくて。公共的な役割を持ってるから。公共的な役割。あの報道しない自由もオッケーだし、あの忖度もオッケーだし。というね。ユーヨーロやるから財務省は強いんですよ。なるほど。で高が消費税のためにあるんです。でも大きいですけどね。ジャーナリストはっきり言ってね。まあうちうちのチャンネルはそうですね。 あの星ンネルですが他のの、まあ他のところはあんまり悪口言いたくないけど、はい、まあ一人だけ個人有名な方だか挙げますと、はい、桜井よし子さんね、はい、あのなかなかいい方なんですよ、はいうん、でもこの方がすぐに、はい、安倍さん万歳で消費税賛成って言っちゃうんです、うん、ああそうなんで,すかでも本当は安倍政権の首を絞めてるんですが、はいえー、消費税なんか上げたら安倍政権はもうねむだかしてい,、えー、いずれはもうあのやめなきゃいけなく退陣しなきゃな、はい、いかなくなるんですよ。はい そういうことも含めて言うと、国民の側で本当に日本のことを考えれば、消費税なんか上げたらだめになる、言わなきゃいけないでここれが言えない、新聞も言わないでしょ、産経新聞から朝日新聞、東京新聞、中日新聞、北海道新聞、みんな消費税賛成でしょ。だって財務省の言いなりだと。 ね、そうですねそのうち自分とこだけ10%、ねうん、払えって言われたらもうそういう意味で言うとですね、はい、あのテレビもそうなんですけどメディアは、はい、そうう調査まあ情報収集の財務省のそういうことはいそれは単にお金をどのぐらい貯金持ってるとかそれだけじゃないですから、ねはい、どういう女と付き合ってるとかねあそこまでですかおめでさんがいるとかそのものすごいですよは、ね。 だって自分のからみんな現金持ってきたらその女性に預けるとかねそういうことをやるわけですからもうとにかくそのマネーロンダリングから何から含めてねだから一生懸命今お金を持ってる連中は例えば今苫小牧と釧路にね噂さされている IR カジノとリゾート施設のね複合体っていうのねそこでやるのは皆さんカジノっていうのは。 前もこれ言ったと思いますけどガチャガチャってスロットマシンやってああじゃらじゃら出たってこんなことじゃないんです上のビップルーム行きますと失礼ながら皆さんとは全く関係ない大金持ちやマフィアやヤクザやチンピラはいないんでね大金持ちたちがビップルームで大金持ち A 大金持ち B はいチャチャチャチやりますあそうなんですかでもこの人に本当はプレゼントしたいですなるほど はぼう然とじゃあ1億円のほらチップもらったじゃあ小島さん勝負しましょうわかりましたってなってでかけまーちゃん接待麻ーと同じでペンああ負けちまいましたいや勝ちましたはい取られちゃったな恐れ入りますってなるんですでにこニこまた全くこれでそれでもっと言うとやばい金を持ったこっち系の人とかいろんな悪いやつがここへねビットコインでごまかしたとかもっと言えば北朝鮮がやりかねないんですよ 危ない金を作って偽製を作ってとかいろいろやってきたけど、はいはい、そういう金を持ってこっちからこっちへ、うんはい、そういう公然たる賭け場所で右から左移すことによってももらいのんでできるんですねじゃああれですかあの流出してしまったネムをここで換金しちゃうよとかいろんなことがこのところで賭けマージャンがか賭、はい、け事をやるって形の中で、はい、あのお金がきれいになって綺きれいっていうかね、はい、普通のお金に変わっていくっていうね。はい でそういうところの中継で地下銀行なんです一種ね、はい、カジノというめクラまでそうそうカジノという中で地下銀行なんですよ、はいはい、お金を私からあなたに渡したい時、はい、お互い仲間でもね,そう,でねそういうことでやれるようになっちう、はい、そうですね有長銀行でまさかね、うん、入金して送金しましたじゃあダメですもんねんだからそのカジノの本質っていうのは実は地下銀行、はいはい 表面上一般大衆がスロットマシンやねなんかくるくる回って何でかのルーレットとこの可、はい、いいことやってるうわ、はい、なんてやってるけども、えーはい、あんなものはめくらましのものであって、はい、本質は地下銀行汚い金をきれいにしたりいろんなことをするための非常に都合のいい場所なんです、はい、だから大金持ちは集まるんですでそこに寺線を払う、はい、つまり使用料ね、はい その何パ何パーセントかをちゃんと払うと自動的にそれでお金落ちる、はい、でそこのところにパチンコで、うん、あのみんながくっついてた警察のね生活家の人たち、はい、こういう人たちが今度は雪崩、うん、のごとく、はい、俺たちにも入れてくれ、はい、やらせろって、うん、もうとにかく利権あさの連中がここに集まってくそれも中国のあれとか、はいまあ、もっと言えばトランプの。 あれまでね、はい、トランプだって結構家事のやってたんだからまあそうですねそういう人たちがみんな集まって利権の温床になる、はいはい、で最初は実は日本の家事の方っていうのはね、はい、IR 法は外国人を、はい、あのタ,ターゲットにすると<え>まあ北海道とかはそんなそうなるでしょうね。そうですねところが、はい 大阪ととかか出、はい、始めてるでしょ、はい、横浜とか<え>何かっつったら20兆円やっている貧しい日本のパチンコバニア、はい、これがこいつらから踏んだくってやろうって今外国の資本は考え始めてるこういうこともあるんです、はい、で、苫小牧とか釧路のそれがうい、ま、う、ま、のは中国資本とかね、はい、こういう形の中ですあのその、まあ、地下銀行を作るってことですね。はい 溜め込むこことと人に移すこと、はい、そういうことが地下銀行を通して、まあ、地下銀行というかカジノを通してやられるっていう、ねはい、こういうことがあって真面目な、はいえー、私や小島さんのような庶民はコツコツと消費税を払い続けている、はい、であの前も言いましたように、はい、財務省の緊縮財政論というのは完璧な嘘です、はい、嘘ですから、はい、財政赤字は嘘です、はい、借金はあるんです しかしじゃあその負債はあるけれどもじゃあ資産はどのくらいあるかつっ,ったらそれをはるかに700兆800兆人によっては1000兆以上の資産を持っている我々の国は、はいはい、ということは何ですね全然チャラどころかもプラスそうからですねで,でもそれなんで言わないのかまあ言ったら言ったらでデ,デフレ脱却しちゃうかな <laughs> あ,そうあそうデフレのままぐらい何がいいかというとですね、はい、簡単に言うとデフレやって今、はいうん 日銀は金融緩和やってきたでしょ、はいそう。お金がジャブジャブ余るわけです。はい、さあこの余ったお金はどこ行くんだ。国内で全く、はい、安倍政権もそうですけど、ね、つまり公共事業とか、はい、そのもっと国土強靭化とか、はい、そういう意味での防災対策とかね、こういうところにやれば10年単位でやりますよとなれば、はい、建設業者11万社、はい、この 10, 10年20年で。 減ってるわけですそれが計画的に設備投資もできる人員も雇えるそれから人を育てるこれもできるこういうでもっと生産性を上げることもできるそういう中でやらないっていうことねやらないっていうとお金はまだどこ行くかって言ったらそのお金はそうかるためにはいアメリカの国債買いましょう中国の投資行きましょうでそのお金は全然日本の国に戻ってこない。 それでもっと言うとじゃあ日本の企業はどうだってと今かつての日本型の資本主義と違ってですね日本の大きな企業は。はい、でまあたまたまそのね日本の大きな企業のなんてうんですか、はい、労働者にはそこそこお金は<ー>で安倍さんなんかそれ見て、ねはい、ほらみんなよくなってる <laughs>、はい、冗談じゃありませんと、はい、一般の庶民見てください。はいね、そうするるとと何が起こってるかっていうと ねあのお金は全然株主資本主義ですから、はい、大きな企業は儲かったりします、はい、輸出をしたりとかして、はい、でお金儲かったら例えば100億円儲かったとします、はい、だからそれは労働者の賃金に回るかなかなか回の自分とこの申し訳ないけどいつ何が起きるかわからないからちょっと取っときます。 内部留保もするんですよ。あ他にもですか？それもそこですよ。そこですか？株主資本主義ってないかったら株主は何をしますか？配当予算、配当予算。はい。株でかく儲かったら俺たち回せお前って、そのお金が日本の企業として儲かったお金が株主に配当される。まあそれはいいず。でもその株主は今や日本の銀行を見てもらう大手銀行ね、見るとわかるようにもう半分近く。 外国資本になってるんですだからそこがもう、はい、例えば他の企業そうですよ今もパナソニックだってなんです今評判のなんだ日産とかね、はい、あれだってもう会長とか何でも、はい、みんなこうね、はい、もう海外の人ゴンさん見て分かるようにね、はい、そういう状態になってるわけですよ。ということはその儲かった金はルノーに流れてるわけですよ。ね とということは全然日本,日本の労働者の、はい、日産の労働者は一生懸命作って、はい、日産が工場の人たちが作って売っても戻ってこないという全部ルノーにもうけがいく、はい、これが株主資本主義それがグローバリズムというつまり、はい、なんか一見、まあ、グローバルな社会にはなってるんです、はい、しかしグローバリズムっていうのはそういう意味で大きな大金持ちが集中的にもっともらえる、はい、で貧乏人は、はい、貧乏人っていうかまあ その貧しい働く人々は、はいはい、いくら汗を流してもなかなか賃金が上がらない、はい、で実質賃金はこの20年で180万円、はい、皆さんちょっと自分できお思い出しててくださいそういう意味ではその実質賃金も下がってるしね、はい、でもっと気の毒なのはこれ前にこれも言いましたけど、はい、私たちみたいなね60代とかね後半の人間とか。はいはい まああのね、小島さんのように若い皆さんは物心ついてから、はい、1980年代ぐらいから、はい、バブルがはじけて、はい、それからずーっと地利品一体どこまで貧乏に日本はなっていくんだろう、はい、もっとなってきますよ、えー、消費税なんかやったら本当に日本は開発途上国国並みの国になってきますよんです、ね、今がいい今がいいと思ってたら大間違いで。だからこそ新しい政治勢力を、はい が必要だとということなんですけれどまあそういう意味ではですね、あのこの意味で消費税、うん、安倍さんが自民党の総裁として生き残りかつまた、まあ、最近、四千論でやってます、はい、あのあ、はい、二階さんが言ったって、ね、そうですねあれは二階が俺の俺を間違いなく幹事長を続けされる、はいもう一つのあれですね、うん、それとあの今言ったように、はいえー、菅、 二回公明党この三強トリオで3つの強いトリオでこれからの政治牛耳っていくということですねだから安倍さんを褒めてると思ったら大間違いで安倍さんを盾にしてみこしにして自分たちは睡眠家こをやってるもう一つ言うと二階さんは本当にお年をお年が今相当一種のボケとは言わないけれども。 結構そういうね老人の、はい、特有の特有のいろんなものが現れてきてると言われてますはいこれは国会議員の皆さんがいい人多いんです、えー、でもあのすみませんマスコミの皆さんはおっしゃってませんよね言いませんよな,なんで言わないんですか私たちは見に込みだから言うんですよ、はい、あそうなんですよ <laughs>、ね <laughs> そうういまあそれは年齢だからみんなと一緒ねそればね激しくなるけれどもただね老人の強さっていうのは経験とかそういうものの決断力とか判断力はねなかなかあれなんですよしたかですよボケたふりしてそういうふうにぶち上げるわけでしょわざわざ言わないこととあだって悪い気はしないしいやいやいや私は規則通りやりますよって言いながらまんざらでもないって感じになっちゃうわけですそういう中でアドバルムを上げてこいつどうだろうと。 自分が言ったってことは、その次もし安倍政権が四期までやったとしても。影響力を最後まで保て。安定してます。自分のば、あのう、それで自分の言うことを聞かせることがない。私が言ったから。そう私がやったから四千できたんだよねと。それは金メーカーになるんですね。例えば、今回の。 知事のね今両候補ねどっちも私はちょっと申し訳ないけど個人的な意見はあんまり好きではありませんけれどもねそれは北海道民が決めることでありますがそれだってこの間言ったようにねまず鈴木候補が石川さんは政治資金規正法に捕まって一回犯罪者になってそれを罪を償ってという形で立候補する。 その神経も私はわからないし、そういうものをみんな持ち上げる形もわからないけれども。もう一つの鈴木さんの方もね。ね。なんであの、真っ先に、はい、僕やりますって。決断力がないと真似してみたけど、その後、すぐ公明党がはいはいはい。で。そら自民党がチャンバラやってたっけ。あらいふんやった。ちょっとは。しょうがねえな。っていうような形で。鈴木さんに決まった。それとも。後ろで、東京でいた。二回。 はい菅菅孔明とはい、うん我々は作りましたのはいえー、さあ勝てるかどうかは別ですよ、はいうん、こういうようなことが起きてるわけでね、はいえー、全くあのキングメーカーなんですねつまりキングメーカーっていうのは今はっきりうと利権を誰が握るか、はいえーはい、よくしようというわけではなく自分さえよければいいというような感じですもんね北海道よくしようとか、うん、全くない人ねんほとんどいないんじゃない,ないうそうですかね。うん まあね、あの真面目なね、うちのキャスター小お殿さんとかね、あのそういう人たちはね、真面目にちゃんとこうね、日本っていうか北海道ね、考えてるけども、そういうやつは本当に稀なんですよ。そうですね。うん。で、まあそれはいいとして、こういう状態の中で消費税が行われたら、まあ戻りますけどね。あのデフレは脱却できませんし、あの自立品になってきます。北海道はますます になってきまで私たちはね「チャンネル北海道」でも言ってますけどこの間ちょっと紹介したのがあるんですね私が昔読んだこれ左翼系の詩人だったと思いますけどね谷川岩さんという詩人がね「朝は壊れやすいガラスだから東京へ行くなふるさとを作れ」「朝は壊れやすいガラスだから」これ青年のことですね。 傷つやすい、とても優しい心を持った青年たち、青年はだから東京に行くなふるさとを作、れ外国でいうとあの木綿のハンカチフって、なんですかそれ？知らない知らないです。はいすいません。年を感じてしまった。すれしました。恋人よってあなんか聞いたことがあるような。旅立つっいうのね。まあこういうですね、そういうのもありましてですね、純情な素朴で美しい 心を持った田舎のそういうものがだん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 そういうね都会の中で蝕まれていくでいいものを着たりいいものを食ったりねお金を貯めたりとそれだけでしか生きられないそれでそこからもう逃れられなくなってるっていうね「あ木綿のハンカチーフ」ってねそのまあ歌詞で言うとそそのの東京へ去った恋人が「俺はこんなふうになってもう田舎へ戻るつもりだったけど戻れないよ」と北海道の皆さんどう思いますかね。そしたら というわけですよもた木綿のハンカチを私に最後にプレゼントして下さいと涙を拭こうと思ってたそれ木綿の絹のハンカチじゃないんでね木綿なんですねそうゴワゴワしてるゴワゴワでもないかな木綿のタッチですねそういう絹のハンカチじゃないと木綿のハンカチを一枚送ってくれとこの嫌がらせ恐ろしさ純情を装ったっていう気もあるんだけども。 あのそういうね歌ってみんな涙したわけですよ我々の世代のあのね純情な青年たち。ちょっともめのハンカチ夫買いに行きました。え誰が？え社長。あ行くわけないなんだ。なんでそんなのあのそんなお送ってプレゼントしてくださいって、ああはいなかったですからね。失礼しました。もう後ろからね早く行けばっていう感じ。失礼しました。後ろからシリケット。二度と戻ってくんなっていうことになるってはい。 はい、まあそういうこともありますんであの財政が実ってのは嘘ですだから、はい、あの本当は、はい、えとまあ,あの国債ですね建設国債とか、はい、そういうことを発行しながら公共事業とか本当に国のね、はい、今こういうデフレの時期は仕事を作らなきゃいけない、はい、その中で一番手っ取り早いのははっきり言うと国土強靭化地震対策、はいはい、大停電の対策エネルギー、はい ね安全保障、こういうものをやることですね、はい、インフラ整備ですね、はい、で私たちは、まあ、私たちのあのいろんなことで、みんなで集まってる仲間は、まあ例えば北海道にね、札幌と千歳の新幹線作ったらどうだ、はい、岡山空港1000メートルをやったら、はい、東南アジアの飛行機がバンバン来るぞと、はい、もうあの、岡山の歩くとこは東区ですかね、はい、そあそこなんかあっという間に地下2倍、みんな人が集まって、大発展しますよ。はいうん 札幌の謎と言われてるらしいんだけど。はい。岡玉空港に、あと1キロなのに、電車行ってないんだよね。そうですね。あそこは本当に通ってないんですよね。あれ、あの、札幌七不思議っていうか。何かあるんですよ、きっと。なんかあるのね。あそこ行くと、こんなの出るとかね。いや、そんなことないですよ。それなら、まだ、ね。逆に、それを利用した観光スポット。こんなね、やればできることがあるのに、やらないんだろう。はい。ね。それから、もう一つ、皆さん。 もう本当にバラバラ言いたいほど言ってるから、日本ハムどうなると思いますか？いや、もうじきもう開幕戦でしょ。そうですね。皆さんあの広島の行きますか？北広島。いや行く人は行くと思います。それだから普通のね、ファンは六時か六時半ぐらいでしょスタート。そうです。そうすると仕事終わって札幌駅から電車に乗って北広島まで行って、そこから球場行って大体二三時間やって、それで また電車に乗って札幌駅まで行って今度は地下鉄やバスや何かでうちに帰るとちょっとぐったりしませんかともう回りますね日をまたぎますね。私はねこれね政治家の皆さんあの まあこれあの今ね選挙だから選挙が近いからあんまり言えないけど本当そういうそううい政治家をね政治家言ってみても誰一人いませんか日ハムは絶対に札幌に戻すと公約してみろっていませんいませんそうでしょだって北海道エ愛するやつたらそう言わなきゃだめですよでもその札幌のそのドームに関してあの結局譲らなかったですから札幌市は目先のね目先のあれねあのねあれは日ハムっていうのは単なる野球チームだけじゃないんですよ 宣伝だけででもないんすよ選手の働く姿とか活躍する姿っていうのは実は北海道の活躍する姿北海道の心にもなってるんですだから全国の人が日アムのねまああのいいね選手とか若々しい人たちこういう人たちねいるとそれで希望を持つわけです心を作ってるんですこれ。 水田ととかいうののは単なる米の生産工場じゃありませんと、はい、心を作ってますと、はいね、日本人の心毎年毎年一生懸命働いて連作ができるっていうのは米しかないですからね、はい、そういうことをやりながら日本人の心が作られてきた、はい、自然に感謝し水に感謝し空気に感謝しそしてみんなで田植えをする共同作業、はいはい、お互いの仲,仲間の同胞に感謝する。 こういうものを作ってきた日本の共同体を作る日本の心を作ってきたんで単なる米、はいね、安くてうまくていい米だったら、はい、外国で作ればいいだろう外国から買えばいいだろうこういうことじゃないんですからね、うん、いざとなった時、はい、それをそれを日本人の上をね防いでくれるのはここですから、はい、そういうことを考えた時ねうん。 市議も市議も道議も誰も言う人いませんでしたかねいないでしょおかしいですこれ選挙で言うべきです北海道ナショナリズムこれね日ハムがはっきり言うと消える可能性なんですよ普通の経済的に考えた時に日本ハムはね北島妹広い姉妹行くでしょさあ今までは札幌のあれだったらね行ってた人たちがなかなか行きにくくなる電車の転園車で行っても結構帰りたいなとか。 結局駐車場止めるとこないわとなったらもう行かなくなるでしょで探しまくって時間もかかるイライラする疲れ切ってでまた日ハムが負けたりしておテコテに負けたりする最悪ですンで運転しなかてもう行くもんかとなっちゃうわけでその時それを実は日本ハムファイターズの球団経営者これは考えてないだろうか北広島行ったら観客動員が減るんじゃないか分かってるんですよ。 今期ねこれ日ハムがまあ優勝でもそれは別ですけどお客さんが減ったらどうしますいや撤退しようかねってそれですいい感じしてますねやっぱりいやだって儲からないからうちはね、北海道から去らなきゃいけないそうですね幸いね例えばですよ IT のこの間 DNA っていうのそうだったでしょ今度は z o ゾゾタウンも今評判悪くなってますけどゾゾタウンがね あのね買い取ってくれそうなんでそっち行きますとぞぞっとするか分からないって親父ギャグを言ってでするか分からないけどそっち売りますと売ったらゾゾタウンは北海道もいいですけどちょっとあの新潟のほうで救助作って待ってますねでそちらに行かせてもらいます新潟ね日本ハムじゃない新潟ゾゾタウンっていうねというふうになファイターズにるかもしれない そういうことの前提として観客が動員できなかったとかそういう理由で北海道から逃げるあるいは日本ハムももあはっきり言うと一流ハンとか二流の,あのかつてはねハム会社だったのがこのプロ野球を持つことによって完全に一流っていうかねもうハム会社ではもう一流の会社になってブランドイメージ持つようになったんです。そううなったらもう高く売り飛ばして もうそう普通にね企業戻ったって言いってこれは企業経営者そう思うんですこれねそうなったら皆さんどうしますかと失ったものは戻ってこないんですよもうどんなにもうねだから私はまず札幌の市当局をねあの高く食ってるっていう皆さんも本当に日ハムは北海道から去らないよと思ってたらちょっと危ないですからねえー 本当にあの日ハム札幌に戻そう百九十万年の札幌に戻そうってねこういうこともやっぱりやらなきゃいけないなと。はい。でもそう考えてる人いないと思います。いないけどそれだから政治家そうなんです。だから本当はちょっと私たちも仲間がそういうこと言い出してますね。もうそういうね例えば今言ったそういう日ハムのことなんかね高がプロ野球なんかっちゃダメですよ。いや違うもんね。ね本当に一番分かってるのはあのね同民とか札幌市民だと思うんですけども。 トップが分かってないので、話にならないんですよね。何でもみんな単なるものだと思ってる。ね一案、そのものをね。あれはやっぱり北海道心ですからね。ある意味での。え、そうです。そうです。そういう意味では。え、そだねっていうのだって、あれはみんなどれだけ北海道のイメージよくしたか。そうですか。あ、違うか。あんまりあの。そうだね。カーリングですね。はい。あの。なんだ、よくわかんないの、あれ。 タイムだからんだかシャ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 ってあれはの頭脳戦ですからまだ女性が一生懸命やってるのいいけどね男がいいヒーやってシャ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 ってやってもだからね掃除うまいのかお前はって感じだよいやあれはあのカーリングですから掃除とまた違うのでなんか掃除思い出して一生懸命ねははしながら滑らそうとしてるんだろあれそうです昔あのもうこれはすごい古い話だけど <laughs> かつて力道山ってプロレスラーがいたんだよ、はいね、それプロレスラーがいて、はい、私プロレス大好きだったからね当時三菱電機っていうのがあのスポンサーだったの、はい、三,菱三菱電機アワー、ね、プロレスリング中継やつってチャンチャチャちチャチャンチャンチャンってやってたんだけど、はい、その時ねプロレスやる時ね荒れたリングを。 三菱の掃除機だってここになんか一つもないよリングの上に。そう汗とかもうね。いわね。そんなほら吸い取らなはい。でもあの感覚だね。あのあれを思い出してね。完全違いますよ。全然違う。全然違いますね。うんとね。でもあの北海道といえばカーリングって感じあるんだよね。そうですね。うん。あれもまあスキージャンプもないないです。ねあれはなかなかあの場所が。うん。 札幌市ではやっぱりでも一般人が遊びに行くっていうよりもやっぱりその練習場になっているので、うんるね、選手の方々の、うんうだ,ね、だからもう行っていいんだったらいいんですけどもね人数が足りないかもしれない、ね、あれはちょっと外、はい、よくさじいさんがそのゲートボールとかまだそういうこと、はいえー、あれカーリングのっていうのはどうなんだろうね、ええ、おじさんたちコケちゃんごなんかみんなおじさんおばさんがああでもあれだってやっぱりカーリングの千島グ選手権っていうかの、うん、北海道ね いやーだったゲートボールの方がいいと思うんですよ。寒いし、寒冷なので、なるほはい。そうね、やりましたっておばあちゃんが言ってでおじいちゃんが負けるもんかってまあそれも面白そうですね。面白そうですけどね。まああの日ハムからそっちのスポーツの話聞きましたけど、やっぱ北海道の女性はまだちょちょっと雑談になっちゃうけどね。あのスケートのなんだか奈子さん。 なんだななな。ま小平アナウンサーとかすごいですね。あそうですね。あのスピードスケートのあれこの間男と一緒にやったっていう男性と一緒にすべ世界新記録まであとレコマ何秒だったとかそうですね。そういう人たちが北海道には生まれていますね。あのジャンプのあの高梨なんとかさんっていうのも北海道。そうサラさんそうです。北海道すごいね。小さい頃から鍛えてるからすごいんだろうね。それとやっぱり あの物物おジしないっていうさはそれは結構あるんじゃないのそうですかいやそんなことないですよあの人にもよると思いますまあ人にするけどあなたはどうなんですかモノオしますね人見知りもするのであんまりあの出たくないですね全然そう見えないけどねそうですかまあそういう人見知りをするタイプの土産庫お嬢さんあんまり自分自分で行きたいとは思わないのではい。裏方で十分ですもんそう あんまりそうに見えないけど。よく言われるんですけども、いですね。あ、そう。おお、どさんにもこういう女性がいるってことやりますね。そうです。でも一般論でいうと、なんかこう意外と大らかでね、明らかとした女性が多いという感じもするんだ。そうでもないか。まあ、そうですね。まあ、そういう人もいますし、いない人もいます。そうです。はい。難しいですね。難しいですね。ところで、ちょっと話がね、今、あの、なってきたけど。 ちょっと化粧の話でちょっと少ししたいんだけど、はいどうぞあの冬の化粧、うん、まあこの間クリームの話しま顔をちゃんとエトスさんからスキンケアということスキンケアをやりました。例えば、あとあの唇とかあるじゃないですか。乾燥こういうのはどうなんですか？もちろんリップクリームを塗っていただいて、一日何回ぐらい塗るんですか？あもう何回でも塗ってください。乾燥したなってなったらもうあと夜寝るときにあの リップクリームまあ専用のあるんですけれどもそれをちょっとあの唇の周り口輪筋のところちょっっと待て唇の周りとていはいこういうとこそうですそこにも塗ってパックっていうかのまあラップをこうしてあるいはマスクで構いませんいやだって鼻に鼻にまでやんなくていいですから必要ないんですあのまあ 起きてる時でも構いません。あのたっぷり塗って、あのラップをこう貼って、5分から10分ぐらい、で剥がしてそのままあの馴染ませるっていう風にするだけでも、あのかなり乾燥は防げます。あと唇の乾燥。そうです。唇はあの粘膜とこの皮膚のあのまあ中間なので、乾燥には一番弱いんですよね。で、あの皮がめくれた後ビリッと破く人いるんですけど、あれダメですね。時々ささくれてくるんだね。ええ、だからそれをなるべく ビットやりたいのわかるんですけども、そこをなるべくあの蓋するようにして上からリップクリームで塗りこめるとそうです。貼ってください。なるほどね。はい。ですから気になったらもうすぐにあのリップクリーム塗るっていうふうにされると朝起きた時のあのプリプリが違いますね。はい。今日も私は美しいわって感じで。いやそこまでない。もう当然のようにあのそれすみません基本ですからそんなそれぐらいで。 私は美しいだ、そんな甘いまだまだです。甘い。甘い、え、まだまだ。はい。これは当然の、当然のケアです。そうですね。あくまで。だから、美しい唇見せる、あ、唇見てない。唇か。はい。それい見せるためには。まだ、上の段階あるわけ。まだまだです。もあ、乾燥させないっていうのはもう最低限。あの、口紅ってあれ、あれだよ。あの、こう。え、まあ、色、ルージュってことですね。ルージュで。はい。これはあれでしょあの。それもあるんでしょ乾燥防ぐって。もありますね。はい。 ただやっぱり基本の唇の元気がなければ、うん、せっかく綺麗な新色買ったとしてもめくれた皮の上に濡れないです、綺麗、ね、に、うん、バラバラ、ねええ、でで、はい、あの、はい、しかも乾燥してないとこの縦じわが出てきます。その唇とその皮膚の境目ありますよね。あ,あ,あ,あそこがシワシワになって、特に濃い口紅をつけると、うん、そう滲んで。 シワのところに入り込んじゃねその色素がそれをなくすのにはやっぱり保湿ですねそれでだが決してなんて言われたら困るだろうなそうですねはいや気持ち悪いですよねちょっとはいええほどあのそれとまあ町は唇ベニューをねあれですけどあれは女性はどのぐらいの時間でこう塗り直したりするのかね まあ、食事の後とかよく、あの、まあ、喋ってるだけでも結構取れたりもするので。でも、まあ、一番塗り直してるって言っても。乾燥したら、ちょっとつけるとか。ですね。なるほどね。あの、実は、あの、うちのね、あの、中国問題専門家の。あの、チャンネル桜に出てるね。川添慶子さんで、中国のジャーナリストね。あの、習近平が口紅つけてる。ってああ。 あのよく見せようというあれでしょ。カモがね。なんか整形したかもっていうような。出勤兵は。あ違う。あすみません間違えました。それは韓国系。韓国がない。ノムヒョン大統領。はいそうですね。何代も前の方でしたね。まあちょっとねそういう意味ではあのでもまあ男性もやっぱりまあ別に口紅濡れとは言いませんけれどもそういうふうにあの清潔感とかあとその 乾燥してるところバリバリのところあんまり見るとちょっとやっぱり見たくないなってのありますのでせっかくならそのもう美容専門のねかがて男の一番悪いあの不潔なとことかね嫌だなって一番嫌がられるのは女性から。やっぱりちょっと乾燥していてその油切ぎった肌とかあとは爪が伸びててあのなんかあのね 汚いのが見えるっていうなのとか、あと髪の毛とか、あ爪のな、爪爪の赤が、そうです、黒いものが入ってたりとか、そうです。そうそれがもう見せるやもうとてもじゃないです。それがまず一つね。それからもう一回頭頭の毛がバサボサ、ボサボサですね。あひどいそうですね。これにこついてるというはいいらっしゃいますね。たまにですけども。 それとやっぱりモテまんよねうん、見たくないですからモテる以前の問題で近づきたくないはい近づきたくないふけ頭ダメはいそれから爪もちゃんときれいにはいその他どんどん言ってかあとあの鼻毛とか耳毛とかそんな感じですはい気をつけながら後ろに伸びてしまうのが鼻毛である見えないところもやっぱり耳毛はわかんないもんねそうなんですよだけどもまあそうですねできれば 結構耳毛があるって言われたやついるんだよあそうなんですか、うん、耳毛はやっぱりっ、えー、なんだか,なんかだ大事にしたくなるのがね耳毛ってなんかあるんですかお金が貯まるとかそういうようなあ,、ね、あるんですか、ね、意外と平気で伸ばしてるやついるよね、はいえー、そうなんですよ、うん、同じ人いないでしょさすがに そうですね。女性はちょっと。まだ見てないです。<laughs> ね、はい。内緒だけでて囁いた。らや、もにゃもにゃもにゃ。言い方だったら、あれだもんな。それはないですね。相当みんな、はい、あの、じゃあ、女性は。そういうとこ、耳毛、鼻毛。はい というのは気をつけてそうですね耳毛問題あんまり聞こえてこないんですけれどもあれは年取ってからされたよねやっぱそうですか。じがまだまだですね鼻毛ですねはいなに行われて本当に伸びるがそれはそうですねあの乾燥している時なんかもうちょっと大変なんですけれどもなるべくまあそだんだん顔の細かいところとハイガ問題だけど眉毛ってあるじゃない 男の連中って私もそうだけどほとんど手入れのしないっていうそうですねこうやってやるだけみたいなねなんだけどもそれはどうなんですかできれば整えていただきたいなと思いますねはしゃみかなんかね自分でまあ自分では難しいかもしれないんですけども床屋さんでやってくれれば最高ですねやっぱあのちょっと伸びたとこ一本二本一度だけうちの床屋は言わないんだけどなじみの床屋がねちょっとちょっとあの 伸びてますから、眉毛ちょっと切りましょうか。あ、でも、なん、何も知らないで、あ、よろしく。やったら、本当眉毛なし。そう、そんな。殺してやるかっていう。本当ですか。すごい危ない、危ない顔になって。剃ったんじゃないですよ。だからね。それはちょっと、あの、せめて、あの、伸びたところ一本二本を、あの。根元から切るのではなく。そう、そ出たところだけ切るっていうふうに。それは、私も、あの。 お客様には、や、あの、やってる時の気をつけてます。肩が三軒茶屋の利用店。根元からズバッとやっちゃうと、もう。形も何も、の、あそかたもないので。危ない、危ないよな、眉毛なしの。いや、ちょっと。そうですね。特に、あの、アジア人特有の顔では、ちょっとマヨネスは。怖いです。はい。はい。というようなことありまして。え、冬のお手入れとしては。え、いや、顔は大体、何回ぐらいあるんですから冬はね。冬っていうか、今、あの、ちょうど。 北海道では春,春に切り替えてくるってことなんでちょっとバランスが崩れてしまう時期でもあるんですよね、はい。そうですよ、ね、だから体調のバランスの崩れてるのがお肌に出てきちゃうのであのなるべく保湿あ汚れを落とすっていうことはまず第一なんですけども保湿ですね。そしてあとはもう この場合何かアレルギーとか持ちのはあんんまり減なそうですよこれから出てくるんですけども特別なことあまりしないで通常の今使っているものでしっかりとガードをするっていうこととあとはもう食事運動睡眠のバランスをとって体の中から整えるっていうふうにしてから本当に春になったらがっつりとやりたい。 っていうかこの使いたかったものっていうのをなさるとちょっと違うかなと思いますね。はい、ということですね。そういう意味では、はい、あの彼女からねちょっとゆっりしたクリームをちょっと塗ってみようと思ってますから、はい、3か月後のお楽しみということなんですけどね。はい、えとまあ本当にあに皆さん、はい、あのそういう意味では私があの小島さんのね美容論っていうのは面白いっていうのは神道のねいわゆる「はあ、ういわゆる お清めというのかな、お祓いというかその、そういう意味でのね、禊というか。そういう感じなんだよね。汚いものとか、その、きちんと、中から、そして外から、洗い清めるっていうね。そうすると、本来の、美しい自分が現れるっていうね。もう、禅とかね、あの、神道の、そういう感じのね、あの。ごくごくに、ごく本当に自然なナチュラルなね、意味での。 当たり前というのは当たり前のことなんだけど人間の体の自然にね従った美容が一番美しくなるっていうね美容ってはそういうものを助けるもはそうですねだから医者に近いって感じはすごくしてね言ってることがねいや扱っているもの自体がもうお医者さんが作って処方しているものなのでそういうふうについ私も勉強してきたもんですがそのようになのでそうなるかなとはい。 中の食事そして外の美を、はいえー、あんまりお前に言われてれないよってるっいうのは私もそうなんですけどもねちょっと自分で言ってて恥ずかしくなるところもあるんですけども何、はい、という素晴らしい番組でしょうか、はい、こういう番組も行っているといはい、はい、ということで今週は以上ですありがとうございました